経済人、実用化列伝。あ、トヨタの車って最高だね。そりゃあ世界一、自動車を売っている企業だからね。トヨタの車ってなんでこんなに売れるんだっけ？そりゃあ営業マンが売って売ってっていう話ではないよ。そこら辺もお話できるかな。では、今日はトヨタ自動車のお話でもしますか。トヨタ自動車の創業者、基礎を作った人物が豊田喜一郎なんだよ。おー、知っている知っている。豊田佐吉の長男でしょ。豊田佐吉も有名人だからね。ちなみに豊田佐吉って何した人か知っている？これは後の回でもやろうと思うんだけどね。え、知らない？マジかよ。自動食器の改良した人だよ。ま、今日はこれくらいで。ちなみになんだけど、豊田喜一郎は1894年に生まれたんだよ。でも、出生にはいささかの事情があるんだ。豊田喜一郎の実母タミは豊田佐吉と結婚し、しばらくして家を出たんだ。一説では終日研究に没頭する豊田佐吉に愛想を尽かしたと言われているんだ。それぐらい没頭するぐらい仕事してたんだ。実母のことは喜一郎には一切知らされていないんだ。そうなの？ちなみになんだけど、豊田喜一郎が3歳の時、豊田佐吉は麻子と結婚したんだ。結局、これは民とは離婚してってことなんだね。ちなみになんだけど、麻子は良妻賢母絵に描いたような人物だったんだ。経営の下手な発明業佐吉が事業に成功する裏には妻麻子の献身的な努力があったんだ。へえ、豊田佐吉って、発明は没頭したんだけど、経営は下手くそだったんだ。結局家畜で多忙な毎日を送る麻子に、賢母である以上の関心を喜一郎に注ぐ余裕はなかったんだ。そのせいか喜一郎はおとなしい無口な少年を過ごしたらしいよ。そうこうしていると豊田喜一郎は尋常小学校に通ったんだ。当時誰でもが行く平凡な教育コース。特に成績が良いとも悪いともなかったらしいよ。ちなみに尋常小学校4年生の時に継母麻子の計らいで、名古屋師範附属高等小学校に転校したんだ。師範学校の付属だからそれなりに勉強できたんじゃないの？ちなみになんだけど、父佐吉は喜一郎の教育にそう熱心でもなかったんだよ。そして、喜一郎は中学校に進学。豊田佐吉は教育はこの程度でよかろうと思っていたのですが、再び麻子の強い要請で、仙台の第二高等学校に進学。そこから東京帝国大学工学部機械学科に進学したんだ。おお、さすが東京帝大じゃないですか。しかも仙台の第二高等学校に進学したりすごいじゃないですか。ちなみになんだけど、この学生の過程でできた人脈は後年の喜一郎の事業にとって大きな資産になったんだ。麻子には佐吉との間に愛子という女児がいたんだ。喜一郎にとっては唯一の兄弟、とても仲が良かったみたいだよ。愛子は小玉利三郎と結婚し、利三郎は豊田家の養子になったんだ。まあ、ここら辺の話はまた、後日できたらいいかな。ちなみになんだけど、1921年27歳の時に、豊田喜一郎は豊田紡績に入社したんだ。父親佐吉の指示で現場に回されたんだ。やっぱりだけど大企業出身の技師たちにいじめられてたらしいよ。そうこうしているうちに、欧米旅行した際に、豊田喜一郎は、当時世界一の紡織機械製造会社であるイギリスのプラット社を訪問。2ヶ月そこに滞在し、この会社の設備等の精細な観察を行い、膨大な資料を持ち帰ってきたんだ。豊田喜一郎は無口でおとなしい性格だったんだけど、後年になればなるほど父親佐吉の一徹で頑固な研究開発一本の傾向になったらしいよ。ちなみにある幹部は、2代続けて発明業はいらない、とぼやかれていたんだ。それぐらい発明に没頭していたんだ。さすが親子だね。ちなみになんだけど、佐吉は喜一郎に紡織機製作を指示したことは一切ないんだ。ある日喜一郎が密かに書いていた設計図を佐吉がっと見て、とうなり声を上げたんだ。どっちのうなり声だったんだ？もちろん、簡単、の声の方だよ。
これが喜一郎が機械製作者つまり発明家になってもいい、という佐吉の認可であったとも思われるんだ。そうこうしていると1925年関東大震災が起こったんだ。わちゃあ大変だ、大変だ。ってことで、東京の市電はストップ。東京市は急遽米国から自動車を買い、それをバス代わりにして、急場をしのいだんだ。この震災で、交通機関として自動車が役に立つこと、日本にも自動車への巨大な市場があることが明らかになったんだ。ということで、フォードや GM の子会社が日本に作られて年産数万台の製造を開始し始めた。やっぱりこの当時はアメ車が優位だったんだね。ということで、政府も国産振興会を作り、国産車製造促進に乗り出したんだ。1926年それまでのごたごたを解消して、トヨタ自動織機製作所が設立されたんだ。ほうトヨタ自動織機がここでできたと。社長はトヨタ李三郎、副社長がトヨタ喜一郎。この時トヨタ佐吉は第一線を退いたんだ。この前後トヨタ自動織機の特許がプラット社ヘジューポンドで売られたんだ。日本円で100万円。本当か嘘か、わからないけどトヨタ佐吉はこの金で自動車会社を作れと、喜一郎に言ったという話もあるんだよ。まあ伝説かもしれないけどね。もし、これが本当なら、トヨタ佐吉って先見の明があったんでしょうね。ということで、トヨタ喜一郎はトヨタ自動織機にいながら密かに自動車製造の研究を続けていたようなんだ。はじめはスミスモーターという自転車に小型のモーターを取り付けたものを分解して観察していたんだ。こうなってくると、喜一郎の自動車製造への取り組み、だんだん公然化してしまう。1933年研究室を作り、並行してトヨタ自動織機製作所に自動車部門を設立したんだ。いきなり自動車会社じゃなくて、やっぱり自動織機の一部門だったんだ。この行為は、李三郎の内諾を得ていたので公然とは言えないものの、重役会議ではどの役員も賛成ではなかったんだ。すでにその段階で数百万円に上る研究開発資金が投下されていたんだ。結局すべて自動織機の売り上げと紡績会社の利益で補填されていたから、重役の反対は当然だと思うよ。要は、この時点では金食い虫だったわけだ。現在のトヨタ自動車を見たらそうは言えないけど、確かに、この時点ではそう言うよね。金食い虫で何も成果がないって。まあ、御曹司の道楽にも困ったものだ、と思っていたんじゃない。事実喜一郎の行動には十分その傾向があったんだよ。ちなみになんだけど1933年、トヨタのライバルである日産自動車が鮎川義介により設立されているよ。今じゃ、頭脳の軍門企業だけど、日産の方が先手だったんだね。当時としてもトヨタと日産では、日産の方がはるかに大きな存在だったんだよ。そして1931年満州事変が勃発。陸軍がそれまでにも増して、自動車製造に積極的になったんだ。陸軍が要望する大型自動車製造を三井、三菱、住友など旧財閥は尻込みしたんだ。へえ、三菱重工とか、当時は尻込みするぐらいだったんだ。で、この時点で積極的なのは日産とトヨタだけ。喜一郎は陸軍省整備局動員課の伊藤久夫少佐に渡りをつけたんだ。やる？トヨタ喜一郎。1935年第1号車が完成。ここでも伝説があるんだよ。社長の李三郎が担当社員に。どうだい、うちの車は動くかい？と聞いたんだ。また喜一郎は展示会に。動かなくても並べろ。と言ったんだ。へえ、ハリボテの車じゃないか。動かない車って。こんな具合だったから第1号車の性能は散々だったみたい。すぐ動かなくなる、車軸が折れるなどのトラブル続きだったんだ。新聞は、トヨタまた路上で座禅、などと書いてたぐらいなんだ。トヨタの車も最初から良かったわけじゃないんだ。このような不備は徹底したアフターケアでなんとか乗り越えたんだよ。逆に言えば、よく乗り越えたなと思うよね。修理箇所は600箇所以上だったみたい。へ、今1箇所あってもリコールすごいのに、リコールもびっくりすぐらいの数だな。
不備なところはすぐ現場に赴いて、そこで徹底的に調べるのがトヨタの方針。この間欧米から工作機械を仕入れ、人材を技術と販売の両面において、規制の会社から引き抜いたんだ。ヘッドハンティング、でも、給料は？そう、トヨタに来たら給料が半分になったと言われるほど当時のトヨタの給料は低いものだったみたい。よく人材が集まったなぁと。国産車を作るという夢ゆえに人が集まったのか、夢を売っていたのか、わからないところがありますが、まあ最初は赤字でした。ということで、出費を作業の合理化で補います。これが有名な、ジャストインタイムあるいは看板方式と言われたんだ。在庫を極力減らし、必要なものを必要なだけ現場に供給するのがこの方式のモットー。その分、トヨタに在庫がないけど、下請けに在庫の押し付けとかしているとかなんとか。1937年トヨタ自動車工業株式会社が資本金1200万円で設立。もちろんですが、李三郎と喜一郎が制服の社長になったんだ。場所は愛知県衣摩町。現在のトヨタ市に年産1万台の工場が作られたんだ。自動車製造は総合技術なので部品製造も含めて各部門。例えば鋳造、鍛造、研磨など、を集中させる必要があるんだ。また大規模製造でないと価格が下がらないよね。まあ手作りでやるなら、今でも車は高額だけど、さらに高額になるよね。結局、陸軍からの注文は殺到したんだ。そして、経営は黒字になった。しかしそこは陸軍からの要求はエスカレートしていくんだ。まあいつの時代も軍隊はそんなもんだよね。要求に応じればそれに相当する資本投下が必要になる。結局2000万円の借金を抱えてしまったんだ。当時の2000万円ってすごいな。そして戦争の雲行きになるにつれ米国からの工作機械の輸入は不可能になったんだ。国産の部品がまだ劣悪であったので、部品を内製化しようと試みたんだ。陸軍の指令も転々とする。トラック増産を命じられて、乗用車製造を夢見る喜一郎は目いってしまう。まあそうなるよね。資源配分が少なく総量短縮という事態も出現。本家のトヨタ紡績の方は自動車会社に合併されてしまうんだ。結果的にはこのことが、トヨタが戦後生き残れた一因になったんだけどね。でも喜一郎が湯水のように自動車製造に資金を投入できたのは、紡績業の成功にあるからだけど。どっちもどっちだったんだ。昭和恐慌を脱して以後、日本の経済は発展しますが、この発展の資金は軽工業が負担したんだ。これはトヨタでも同じだったんだ。そして、1945年大東亜戦争敗戦。トヨタ自動車も生きるためにいろいろなことを試みたみたいだよ。ちくわ製造、プレハブハウス、土壌養殖、鍋釜製造、電気アイロンなど戦後の焼け野原にふさわしいものを作ることを余儀なくされたんだ。ちくわ製造とかプレハブとかやってたの、自動車の技術を使ってこんなことまでやっていたとは。しかしめげない、喜一郎は戦後数ヶ月で自動車製造を開始したんだ。工作機械を何とかし、GHQ に禁止された航空機産業から技術者を引き抜いたんだ。しかしやっぱり、これはと思う作品はできなかったんだ。この間の資金は合併した紡績業の方が担っていたんだ。戦後綿布は純綿といって貴重品だったんが、これが飛ぶように売れたんだ。喜一郎の自動車製造への熱情はともかくとして、結局トヨタは大赤字になってしまったんだ。復活再生のためには10億円の資本投下が必要だったんだ。当時のお金で10億円？そう、この金額なら普通なら倒産です。しかし潰すには大きすぎたんだ。潰せば関連会社300社も連鎖倒産で名古屋界隈に限らず、日本全体が強行になりかねなかったんだ。
そこでドッジラインという超緊縮財政の追い打ちが来たんだ。どうしても1600人の解雇が必要になってしまう。これは大葬儀が持ち上がったんだ。この間日銀名古屋支店長の高梨武雄が各銀行の名古屋支店長を集め、融資団を作り資金融通を図ろうとしたんだ。しかし葬儀が収まらなければ融資は実行されない。結局非難の中、喜一郎は辞職したんだ。後任の社長が豊田自動織機を預かる石田泰造。喜一郎と李三郎の推挙だったんだけど、背後には銀行団の強い圧力があったんだ。銀行団は喜一郎の技術優先に危惧感を抱き、販売部門出身で経営の実績もあり、すでに自分の部門での葬儀を解決していた石田の就任を歓迎したんだ。そして豊田喜一郎は1952年3月持病の高血圧が悪化し脳溢血で死去、享年57歳。豊田李三郎もその後を追うように1952年6月68歳で死去します。その後の豊田自動車のお話、と、話さなくてもいいけど、とりあえず話してみます。新しく豊田自動車工業社長に就任した石田泰造には運が良かったんだ。就任直後北朝鮮軍が38度線を越えて韓国に侵入。朝鮮戦争が勃発したんだ。そして、朝鮮戦争特需で自動車はどんどん売れたんだ。非常時には少しくらい性能が悪くてもいいのです。石田は気を逸することなく、上京して安宿を基地とし、持参の米を食って、警察予備隊、警察、消防署、もちろん米軍などあらゆるところに売り込んだんだ。稼いだ金は極力製造技術工場に投資。トヨタの製品で初めて民間で評価されたのは、1955年発表の、トヨペットクラウンとトヨペットマスターだったんだ。しかしこの両車もアメリカでは使い物にならなかったんだ。今じゃ、アメリカにはトヨタ車たくさん走っているけど当時は全然違うんだ。アメリカの高速道路を高速で走ったら途端に故障してたらしいよ。あ、日本にはまだ高速道路というものがない時代のお話なのね。そして、日本車がアメ車に名実ともに追いつくのはその10年後のお話ね。今じゃ世界のトヨタって言うけど、トヨタ喜一郎が設立した時代は苦難の連続だったんだ。喜一郎の苦労があったから今のトヨタがあるのかもしれないね。こうなると、次回はトヨタ佐吉のお話になるかな。ん、どうだろ、いろいろストックもなくてね。本を読んでいろいろ見つけるんだけど、なかなか誰を取り上げようか、本当に難しいんだ。皆さん、ご視聴ありがとうございました。